そして天井、また天井を持って、天井を地域に沿って、広さに行きたい。あ、これ、どうなるインドよ。インドよで、インドよで止めて、そして入ってきたんだよね。上したら、インドよ、自然と、そうなってるんだから、だから、そんなこと、そんなことって、説明しなくても、今まで一生懸命稽古やってると自然と身についてるから身につかないんですけどそういう説明を受けた方がいいですよ。あ、多分ね。で、説明が分かりやすいけど、でも結果的には困ってます。だから過去の稽古は非常に必要で、いろんな稽古やって、いろんな人とやって、そして見つけるそれで、まあ、そういうことです。だから稽古はすごい大事。初めからその難しいことは分かんない、難しいことは分かんないけど、まあ、稽古すると楽しい稽古したそうで、いろんな人と稽古したことが大事だから、で、転換で、まあ、いろいろ説明してましたけど、あそこ練習したときから、もう始まってるって、スタートしてる。で、彼が来たんです。で、あーって捕まっちゃったのも重いんですよ。だから、こう捕まらないようにこうやって、こうなんかそういう感じでしょ。だからそういうことをね、理解して、みんな稽古した方がいいから。だから入ってきた時同じ、もう入ってきて、でこう彼がいつも言ってくるわけないから、自分の自立、そういうのは大事だ。こうね、自立してるっていうのはすごく大事で、彼がいてもいなくても関係ないっていうのを言ってんだけどね。自立してんの。彼のここは僕は待ってないの。こうやってやって、ここを拠り所にしてこうやってやっつけたいんだよね。やっつけたいの。普通は合気道の人は持ったら持つから持つ方が弱いよだみたいな、そういう形じゃなくて、持ってでも関係ないんだから。で、ほら、持たせないので、自分が自立してるってのが大事なので、自立してないとこういうところを拠り所にしてこうやってやっつけちゃうって言っちゃうんだけど、例えば持っててもね、持っててもここ関係ないから、ほらそういうふうにやりたいわけで、ここも持ってないの、ほら、持ってないの、そして中心に来てるの。だからこう持たしてるんだけども、持たれちゃったら彼のが強いと思ってるの。だからこうやって持たれちゃったらポカッて来るのね。だから寄り所にしたら来ちゃうんだよね。寄り所にしたら来ちゃう。だから寄り所にしてないの。こうやってほら、寄り所してないの。こう見せてんだけど、寄り所してないのかって、そういうふうにやってほしいの。だから自立してるってことは、自分が自立してるっていう意識で、でこうやってイン見せた。もう次はこっちいいよ。離れちゃってもいいかもしれないけど、要はまっすぐこうね、こうで自分を守ってるって感じ。次も守ってるってのやりたいと思うんですけど、まあじゃあ次、まあ今の自立してるっていう形ね。じゃあやってみます。自立してるとかね、あとやべなって、いや思ってんだよね。いやで、僕は思ってんだ、いつも言ってんだけど、強いと思ってると曲がってもやっちゃうので、こうやって持たれちゃって、こう力でやっちゃうの、目をつけちゃうので、でもこうやってやれっこないんだよね。強いんだからこうやってできないの。ほら、どうやったってできないの。これできないの。彼の方が力強いから、でこうやってる間にやられちゃうの。だから僕は自立して、こういうところ行かないでこういう全身の、こういう全身のところ、こう動くところは動かして、そうやってやってんのね。で、こういうとこ行ったら損しちゃう。そう、なんていうの、抑えられたら損しちゃうんだから、これ。損しちゃうっていうのが、
損なの。だからやばいなと思って、ね、やばいなってこうこう、それで後ろ入って、そしてこうこう足使えるところ使って、やばいなって思ってるのね。でその時もやばいなってあんまりこういうふうにやらないで、姿勢は大事だから、姿勢は大事だから、なるべくまっすぐでやばいなって、やばいこうやばいなって、そういうふうに思ってるの。そして足使えるんだったら足使う、でもやばいなってのは気持ちが、そういう気持ちっていうのかな。まあでやばいなって気持ちと、気にしない、こうって気にしないよって、そういう気持ちと一緒に合わせて、やばいなってこう、おやばいな、やばいの、やばいの、いや、やばいってのはあんまり使っちゃいけないんだけど、危ないなって感じだね。そういうふうに思ってんの。でやばい、はや、あやばい、あやばい、やばいってこう、やばいの、やばいってのは危ないの。だからこう次が来るんだからね、ほら、だらここに来たらやられちゃうんだから、だからやばいなって後ろ四角が逃げる、こう逃げる、やばいなってこう、やばいねやばってこう逃げる、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 逃げると伸びてくるって、そういう形だから、逃げ回ってって感じね。あんまり向かっていかない、こうやって、俺強いのやられちゃったんだよ。だからやばいなってこういうふうに、やばいな、やばい、あやばい、こう、そしてこう出ていく、そういう感じね。じゃあやばいなって気持ちは、何しろまっすぐ、それから陰陽とかいろいろ大変、いろいろ思うことあるんだけど、それはやばいなっていうのもないと、強いなって思ってるとやられちゃうから、相手の方が強いんだっていうふうに思って、少しこうなんていうの、逃げる、相手のまっすぐに、まっすぐにこうやっていかない、やばかったら逃げる、当たらない位置、当たらない、これ、あおい、足が来るよ、足が来るよって、そういうふうにやりたいのはね、まあそういうこと。じゃあやりましょう。もうこうやって入ってくれば、これ生きてるよね。でこういうふうにやったら来るよね。でここに後ろ入るのどうするんですかって言ったら、この手を効かせたくするのが目的。この手効いてるうちに入っちゃったらやられちゃうんだから。だからやられないの、ほら。こうやられないっていうことは、この肘の手を、この手を止めたいの。止めたいからこっち入ったの。ほら。そしたらやられないよね。こう来たらやられちゃうの。でも、自分が出してきて、ほら、こう。そしたらやられないよね。そういうふうにやりたいのね。だから自分がなるべくまっすぐで、そしてこういうふうに入ってくること、わかる、わかる。この手を効かすないために後ろに入るの。この手効いていいからってこういうふうに入っちゃったらやられちゃうの、うぐさって。だからこの手を止めるためにどうするかってことを考えなきゃいけないの。でそのためにここから入っていくことはできないの。ってことは、彼が、自分がこの手を止めるためにどうするかって、ね、彼は向こう、おへそをこっち向けて、こう、ほら、そしたら、来ないよ、ほら、手来ないよ、来ないうちに後ろもらったの、後ろ、まあ、後ろ、そう、後ろもらったの、で、自分がまっすぐね、そういう形ね、じゃあちょっとこれやってみようかな。これをこういうふうに来たらやられちゃうってこと。だからこういうふうに入ってるの、自分がまっすぐで、彼はなるべく向こう出したい、ほらほら、でこの手を止めたいの、この手止めて、こういうふうにこのまま入ってきてもいいしね、こういうふうに来てこういうふうに入ってもいいし、そういう話。じゃあちょっとやってみようか。はい、どうぞ。難しいよね。相手の肘壊しちゃったら、どうしようもないんだから、肘壊さないように、この肘壊しちゃったら、これやってやったら、ね、それが一番嫌なの。だから、この手を止めることだから、問題はね、この手、ここにいたらやられちゃうの。だから、一回は来て、この手を止めるために、一回はこういうふうに入ってきてもいい。この手を止めるためにこういうふうにこうね、それから後ろに
この肘をなんていうのボキッてやるとボキッてなっちゃうから危ないんだけど、でこう下にねこうそうすればほらお尻が見えてこうに入るって、そういう形ね、そういう形のがいい。まあこういうこういうやばいなってこういうのやばいなってほらやばいなってこういう手でやってないよね、やばいなって何しろそうなんだけど、これも手でこういう手でやってないので、こういうふうにほら体がやってるの、体が手は何もしてない、そういうふうにやった方がいいね。これもやばい、やばい、やばいのもこう手は何も使ってない、手は何も使ってない。そしてこうね、やばいんだよってこうやばいんだよっていう気持ちが大事なんだけどなって思ってんだよね。でまあそういうことです。じゃあ今度はこういう、それからこの手をやばいなって止めたいの、そしてこう入ってくればこういう形だよね。この手がやばいの、だからこういうふうに止めてんの、そして下がってくれば手を止めて、要はさ2番目自分なんだけど、掴んだ手は悪さしないんだけど、掴んだ手は悪さしないんだよ、さあ引っ張り込むだけで、怖いのはこの手この足だから、そこを注視してる、こういうふうにほらやばいなってこれやばいなってほらやばいなってほらやばいなって最初から逃げてるの、逃げてるってのはよくないんだ、愛しろでよくないんだけど、でも僕は逃げてるの、逃げてるってのは逃げてやばいやばいやばい足来ちゃうよって、そういうふうに逃げてるのね。でここを緩めてやった瞬間にこういうふうにやってるから、なんていうのかな、そういうなんていうの、そういう逃げて、基本的には逃げてるの、逃げてるの、こうやって逃げてるの、ほらやばいやばいよってやばいよって、で下がってんの、下がってんの、下がっちゃいけないって言われてんだけど下がってんの、表に出てきてもいいよ、表に出てきてもでもこの、そう足ね来るよね、足でも見てんの、こうやって見てんので、足が来たら止めてんの、そして裏に入るとかさ、何しろ二の手ってかね、2番目の手っていうのは大事だから、でそういうことで自分の姿勢をまっすぐにして、こうね下にこう、まあ一番いいのは手を止めて外側に入る、外手をやばいとね、足って思う、足って思う、さやばいまあ当たっちゃうこともあるかもしれないけど、じゃあ少しやってみましょう。どうぞ。今足自由にしてとか、そういう二の手が怖いとかって言ったんですけど、それが2つ目をもらっちゃないってことね、それが大事だと思うんですよ。で2つ目もらっちゃわないっていう、もらっちゃわないってことよりも、その自分が安定していかにこういう転換じゃないけどこうやってさよならってやるんだとね、こうさよならで、まあさよならってこういうのがすごく大事で、こうやっつけに行っちゃうと、こうやっつけられちゃうんだよね。だからやっつけないでこうさよならってこう自分が安定してるのすごく大事で、来た目の前にあったらね、こういうふうに落としてこれるので、も基本的にはさよならってこういうふうにやった方が安心っていうのは関わらないんだから、安心じゃない、だからそういうふうに練習を、だから少し練習してこういう安定してる、ここね安定してる、それ視覚じゃないとやられちゃうから、ああやられちゃう、こうやっていくら離しても、それからこれ離脱の稽古って言ってるんだけど、こうやって重ねてないとこれ切れないね、こうやって重ねてないと、重なってるっていうのはこの手とこの肘と肘が重なってるって こういう形そうすると切れちゃうの、自然とこう重なってればこう切れちゃうの、ね、自然と持ちたくても持てないの、こうやってほら、だからこうやってやって切っといてさよならって
で重ねないで離れ離してくれないんだよ。あ、やられちゃうんだよ。だから離したためには自分の中に入って相手の中に資格をもらって彼の手を止めてそれでさよなら。でそういう練習もすごく必要だと思います。じゃあちょっと練習して最後呼吸法やって、じゃあこれやりましょう。これ最近はね、これ最近はこうあのなんていうのかな、こう彼に関係なくて、あの自分がその独立してる、あの自立してるっていうかな、そういう形、それだからこう近いでこうか、こう関係ないね、関係ないので、か関係なくて、もう関係なくてそういう感じでやった方がいいんじゃないかなと思って、あの昔はこうやってやっつけてやったってそういう喜びっていうのはあったんだけど、最近は自立、どうやって自立してるかってそういう話ね、でやってるんですよね。でこう関係ないから、こう持ってかこうやって抑えられたら、重心を抑えられたらやられちゃうんだけど、ちょっと重心をこうずらしてんので、ほらあってもなくても関係ない、そういう風にやってるのね。自立してるからこう関係ない、こう関係ないで関係ない、そして倒れてきたからこういう風に押さえてるって感じね。じゃあちょっとやってみましょうか。